皆さんこんにちは。2022年7月19日、レアル・ソシエダへの完全移籍が発表された久保建英さん、イラン戦後に森保監督への苦言について紹介します。まずは久保建英さんの経歴とプロフィールから紹介します。久保建英は神奈川県川崎市麻生区出身のプロサッカー選手。ラ・リーガ、レアル・ソシエダ所属。ポジションはミッドフィールダー、フォワード。日本代表、2004年2歳の時よりサッカーを始める。2009年8月パンフレットに MVP に選出された選手はバルセロナと試合ができるチャンスが与えられるとの告知を見て参加した FC バルセロナキャンプで MVP を獲得。2010年4月 FC バルセロナスクール選抜としてベルギーで開催されたソデクソヨーロピアンルーサスカップに参加。チームは3位に終わったが、通常は優勝チームから選出される大会 MVP に選ばれた。小学校3年生時に川崎フロンターレの下部組織に入団。2011年8月 FC バルセロナのカンテラ入団テストに日本人で初めて合格。川崎フロンターレアカデミーから移籍をしスペインに渡る。10から11歳で構成されるアレビン C に入団した。2013-14 シーズンは地中海カップ U12 トーナメントで大会得点王と MVP になり、またリーグ、カタルーニャ杯などのトーナメント制覇に貢献した。2014-15 シーズンはインファンティル A に所属。しかし FC バルセロナが FIFA から18歳未満の外国人選手獲得登録違反による制裁措置を受け、この影響により久保の公式戦出場停止処分が続いたため、ラ・マシアを退団。2015年3月に日本へ帰国して FC 東京の下部組織に入団した。2016年、中学3年ながら FC 東京 U18 に飛び級で昇格。日本クラブユースサッカー選手権では飛び級で出場し、大会史上初となる中学生ながら得点王に輝いた。9月 FC 東京のトップチームに2種登録される。同年11月5日に行われた J3 リーグ第28節 AC 長野パルセイロ戦に後半開始から出場し、 J リーグ史上最年少記録を塗り替えた。2017年3月12日 J3 開幕戦のカターレ富山戦では初の先発フル出場を果たした。4月15日 J3 第5節のセレッソ大阪 U23 戦では15歳10ヶ月11日で J リーグ最年少得点を決めた。5月3日ルヴァンカップ第4節の北海道コンサドーレ札幌戦で後半21分から途中出場し、トップチームデビューを果たした。また J リーグの選手としては初の21世紀生まれである日本代表が3日に行われたアジアカップ準々決勝のイラン戦で1対2と逆転負けを喫して発狂で敗退し、ミッドフィルダー久保建英の試合後の言葉が注目を集めている。久保はイラン戦で先発出場し、巧みなパスや攻守にわたるハードワークなどで相手の脅威となっていた。しかし後半22分にミッドフィルダー南野拓実と交代し、その後に相手の攻勢が強まり、同アディショナルタイムにチームは逆転を許した。韓国メディアウィキツリーは衝撃の敗退で日本のエースの口から記号こんな言葉記号が出てきたと題して久保の発言を取り上げた。久保は試合後の取材エリアで、前半はうまくいき負けそうではなかったが、後半は流れが良くなかった、相手のロングボールへの対応に難しさがあった、プレーが思い通りにいかずシュートの精度も不足していたなどと語った。そして同メディアはそれとともに交代について物足りなさをあらわにした。久保は今回のトーナメントで最高のパフォーマンスを見せたし、体調もどんどん上がってきていた、私ができる話ではないが、交代のタイミングがやや早かったように思うと監督の交代戦術について悔しさを表現したと伝え、久保が森保はじめ監督による交代のタイミングについて言及したことを強調した。久保はイランにとって脅威となっていたこともあり、早いタイミングでの交代は不完全燃焼だったようだ。久保建英22歳が語った、あれが今の自分の限界。イランに力負け、疑問が残る交代策でピッチを退いても悲壮感がなかった理由とは、これが現実なのだ。アジアカップの準々決勝で
日本はイランに1対2の逆転負けを喫した。前半に森田秀正が先制ゴールを奪ったが、後半10分に同点とされる1対1のまま推移したアディショナルタイムに PK を献上し、最終盤で突き放された。僕らが試合を決めきるチャンスがあったので、久保建英が振り返る。点が入っている前半は負ける気はしなかったですけど、後半に入ってちょっと相手が蹴ってきて、それを拾って押し込まれる展開になっていたので、ちょっと悪い流れになっていたんですけど、そこまで悪くはなかったので、なんとか延長へ行きたいなって感じでしたけど、最後に PK でやられてしまって、後半はほぼ一方的に押し込まれていたことを考えれば、結果は必然的だったと言える。前線へのシンプルなパスとロングスローで圧力をかけてくる相手に力負けしたのだったならば、勝つチャンスはなかったのか。そうではない、久保が言う。相手は割り切って蹴ってきた展開でしたけど、僕らが試合を決めきるチャンスがあったので。1対0で推移していた後半開始直後の51分、久保は左サイドからピンポイントクロスを供給する。 CB の頭上を越えたボールはフリーで待ち構える上田綺世にピタリと通った。しかし背番号9のヘディングシュートはバーの上を越えていった。久保自身も決定機を掴んでいる。53分、相手ゴールキーパーのフィードを前田大然が敵陣で引っ掛け、上田から森田、そして久保へパスが通る。ペナルティエリア内左から右足でシュートを放ったが、ゴール右へそれていった。どちらか一つでも決まっていれば試合の行方は違っていただろう。そして久保自身の決定機を最後に、日本は相手ゴールへ迫ることができなかった。イランの圧力に飲み込まれていったのだが、そこには選手交代が関わっている。55分に1対1に追いつかれると、森保はじめ監督は67分に久保と前田を下げ、南野匠と三笘薫を投入したのだった。選手交代は結果で判断される。南野も三笘も得点に絡めず、チームが逆転負けを喫したのだから森保監督の采配は失敗だったということになる。それにしてもなぜ交代のカードが久保だったのか。この日の久保はインサイドハーフの立ち位置を取りながら、相手ボールの局面で上田と並んで前線から規制をかけていた。交代のタイミングで活動量が落ちているようには見えなかった。久保は攻撃面でも機能していた。右ウイングの堂安律、右サイドバックの毎熊聖也との関係性は、毎熊が先発に名を連ねたインドネシア戦からチームの強みとなっていた。3人でレーンを使い分け、2人または3人のコンビネーションで敵陣深くまで侵入したり、ペナルティエリア周辺で相手守備陣を慌てさせたりしていた。久保自身の立ち位置も相手守備陣を悩ませていた。右サイドだけでなく左サイドで前田、森田、伊藤洋輝らと関わり、数的優位を作り出していた。ボールが入らない局面でも相手が嫌がる立ち位置を取ったりしていた。イランの選手とのマッチアップでは身体のサイズで劣ってしまうものの、ボールを収めることも運ぶこともできていた。ファウルも誘発していた。あの時間帯に交代させる理由は攻撃面でも見当たらなかった。この試合がグループステージなら久保を下げる理由を見つけることはできる。決勝戦まで見据えた疲労の分散と理解できる。しかしイランに勝たなければ次はないのだ。攻撃のスイッチを上げるために交代のカードを切ったのだとしても、久保は残すべきだっただろう。遡ること1年数ヶ月前、久保は今回と同じカタールで悔しさをかみしめていた。自身初めての W 杯で不完全燃焼に終わったからだった。ドイツ戦とスペイン戦に先発出場したが、前半で交代を告げられたのである。クロアチアとのラウンド16に PK 戦で敗れた後、森保監督と選手たちがメディアに対応した。体調不良でクロアチア戦に出場できなかった久保は、自身にとっての W 杯をこう総括した。よく言えばチームのためにやることはやれましたけど、悪く言えば自分のやりたいことはやれなかったので、こういう大会でチームが優先されるのは当たり前ですけど、それを押し通すぐらいの子が自分にはまらなかった。チームのタスクをやった上でもっとできると思っていましたけど、そこまでの子はなかったということですね。そう話す久保の表情には敗北感のようなものがにじみ、目の前から光が消えているような雰囲気を漂わせていた。イラン戦後のミックスゾーンで話す表情にもちろん笑顔はない。W 杯当時と同じように悔しさを抱えているものの、
自身への物足りなさは感じさせなかった、負けちゃったのでもう切り替えるしかないですし、ここからまた W 杯予選も続いていくので、まずはチームに帰って、また重要な試合が続くのでもっとやれたかなと思いますし、苦しい時間帯にもっともっとできたかなと思いますけど、大会を通してあれが今の自分の限界かなと思います。限界という表現にも悲壮感のようなものはない、チーム状況やコンディションなどを含めての総合的な自己評価と言えばいいだろう。環境や条件が違えばもっとできたと受け取れるものだ。日本代表はベスト8で敗れたが、久保は自らの価値を証明した。カタールから持ち帰った手応えはラ・リーガのピッチで明らかにしていく。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。